こんにちは、アスです。Yo, what up, Zik? はい、今回は日常英会話で使える名詞90選ということで、非常にボリュームのある動画をやっていこうと思うんですけれども、皆さんが普段から使っているような名詞をパワラフレしていくことによって皆さんの英語脳を作り上げていくような動画にしようと思います。そして今回なんとコンテンツの内容をですね、テキストにも、はい、まとめておりまして、こちらを皆さんに無料でプレゼントいたします。はい、ということで、はい、アツ英語の公式 LINE で名詞という2文字のキーワードを入れていただくとダウンロードできるようになっておりますので、こちらも合わせて一緒に学習してみてください。やっていきましょう。一つ目の名詞は friend、友達という意味なんですけれども、まあ、よく使うと思うんですが、これをパラフレするとどうなりますか？例えば companion。 companion、 これはどういう時に使うんですか？まあ、普通に my dog is my best friend とか my dog is my best companion とかね。そうやって言えるんだ。言える。 friend とどう違うんですか？まあ、companion はなんか一緒にいるやつみたいな感じ。なるほど、なるほど。多分 company が含めてるんじゃない？なるほどね、そこから来てるかもしれないですね。そうそう、で他は何でしょう？例えば acquaintance。 acquaintance、はい、I ran into an old business acquaintance yesterday とか、知り合いっていう感じかな、知り合い、そうそうそう、知り合い。ってことは friend よりもちょっと遠いの？そう、知ってる人、まあ知り合い。あ、なるほどなるほど。じゃあ friend とか companion はまあ近いけど、acquaintance だともうちょっと遠くなるっていうようなイメージですかね。す、他何かありますか？associate、まあ、どうですか、ね、おお、これどういう意味でしょう？これもね、よくビジネスで使う。my business associate とか、そう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 。associate はね、まあ、association がね、ついてるから、それも知り合いっていうね、connected with っていう意味だよね。なるほど。じゃあ、この associate っていうのは、コンパニオンとはどう違うの？コンパニオンの方が近い。あ、近いんだ。アソシエイトはただ知ってる人とか、そんなになんか一緒にね、旅行に行くとかそういうことはしないんだけど、コンパニオンはね、もう一緒に旅行とかね。ああ、なるほどな。アクエンテンスと比べると、アクエンテンスも多分アソシエイトに近いと思う。あ、そうなんだ、じゃあアクエンテンスとアソシエイトは一緒？まあまあまあ一緒だと思ってもいいと思いますね。あ、なるほど、ね、だけど、アソシエイトはビジネスのコンテクストでしか基本的には使わないっていうイメージですね。はい、わかりました。では次行ってみましょう。2つ目は house、家ですね。家を言い換えるできるんですか？例えばちょっとなんかフォーマルになるんだけど、レジデンス。おう、レジデンス。はい。これはどういう意味ですか？例えば、where is、まあ、レジデンスはね、本当に家だけじゃなくて、what is your country of residence とかね。でも言えるし、どこの国に住んでるかっていうとか。なるほど。where is your permanent residence? それは実家とか、ずっと住んでる家っていうところですね。住居っていうイメージですね。これ知らなかった。レジデンス。はい。他は？他は、dwelling。dwelling。dwell はちょっと、まあ、ブラブラするっていうか、いる。そこにいる？うん。ああ、なるほどね。dwelling。そう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 。dwelling はどういう時に使うの？まあ、the ancient dwelling was built in the 1900s とか。そうだね。それ歴史の話だよね。まあ、そう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 。で、自分の家のこと dwelling って言えるの？あ、これちょっとおしゃれだから、多分本によく見つけると思う。ああ、なるほど。言うよりはね。my dwelling is located in Tokyo. Well, I'm dwelling in Tokyo recently. I'm dwelling in Tokyo now とか。あ、その時は dwell を動詞で使って。そう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 。あ、なるほど。ちょっとこう、まあなんて言うんだろうな。少し小説っぽい。そうそうそう。なんか昔のイギリスっぽい感じがちょっとするアメリカ人の耳からすると、ね。面白いです、ね。他何かありますか？ abode。abode。abode。place of abode とかある。そうそう、とか humble abode。Humble abode. So, abode もおしゃれなんだけど、Humble abode は俺のちっちゃい家みたいな、日本人っぽい謙遜の仕方。あ、そうなんだ。This is my humble abode. ああ、なるほどね。この abode は普段はどうやって使うの？あ、本当にそれ、そのセットがある。Humble abode。そうそうそう。あ、なるほどね。そんな大きい家じゃないんだけど、みたいな。他にもなんかリーガルな、その、そうだね。法的なドキュメントとかでも、abode っていうことが出てきたりするので、覚えておきましょう。はい。じゃあ、3つ目は、job。仕事なんですけれども、これなんか言い換えありますか？例えば、occupation とか。おー、occupation。What's your occupation? これは職業ってことですね。そう、職業って言いますね。はい、他は？profession。profession。これ、profession と occupation ってどう違うの？まあ、大体一緒だね、これはね。これは本当に自分のメインの仕事っていう意味ですね。やっぱり、profession の方がこう専門的なイメージはあるの？
professional って言ったらさ、そうだけど普通にあの What's your profession? I'm a store clerk でも全然言えるけどね。全然いいじゃん。ああなるほどね。じゃあ professional occupation 大体一緒。他は何かありますか？例えば vocation。Vocation。これはどういう意味？ Teaching is not just a job for, it's a vocation とか。ああこれはじゃあなんか自分にとってすごいなんか転職じゃない。そうそんな感じ。そういうこと。ああなるほど。じゃあただの職業じゃなくて、うん、もう自分がすごい好きと。そうです。もう自分にマッチしたジョブということですね。はい。転職。はい、覚えておきましょう。じゃあ次、4つ目ですね。Child、ね、うん、子供って意味ですけれども、これ言い換えありますか？超簡単だけど、Kids とかね。Kids ね。うん。うん、Kids と Children。の違いは何ですか？いやでも大体一緒だね。まあ、children の方がフォームかもしれないんだけど。なるほど、なるほど。Don't get too mad at them. They're just kids. とか。Just children. なるほどね。はい。他は？ Offspring。Offspring。これ面白いね。お、子孫って意味。そうです、そうです。Do you have any offspring? とかね。ああ、なるほど。Offspring。これフォーマル？これフォーマル。これ普通、会話ではあんま使わないんだけど、なんかよく入国するときとかに。はいはい。Are you traveling with offspring? とかよくわかんない。おー、うん、なるほどね。そうはいはいはい、うん、っていうのは、まあ、自分の子供っていうことなんですね。はい、うん、はい、他は Descendant。 Descendant。 そう、はい、これもね、なんかOffspring に似てる。まあ、Offspring に近いね。これは本当に多分孫でもデセンデント言えるかもしれないね。おー、そうそうそう。じゃあもう下に続く人たちみんなデセンデント。デセンデント。なるほどね。これはA descendant, descendants っていうふうにこう、plural にしたりもできる。どっちでもいい。She's a descendant of a noble family. なるほど、なるほどね。Ascend が上だもんね。Ascendant はないけど、そう、descendant は下に。下にね、descendant ってことですね。では次行きましょう。じゃあ次は車を表す car なんですけれども、これはどうですか？Vehicle はどうですか？ Vehicle、Vehicle っていうのはもうちょっと広くてこう乗り物だったのが Vehicle。 そう、うん、でもよく車で Please get in the vehicle とか。なるほどね。警察はよく言う Get out of the vehicle とか。おお。そうそう。Car って言わない。Get out of the 警察は絶対 Vehicle っていう。面白い。Get out of the vehicle。 はい、うん、他は Automobile。Automobile、I went to the automobile show the other day とか。これはどういう意味なの？これは普通に車ね。自動車ってことね。はい、他はモーターカー。これもちょっと古い言い方なんだけど、うん、たまに聞いたりすると。The old motor car had a certain charm to it とか。おお、なるほどですね。他は、うん、My tin can とか言う人も。My tin can。ああ、もうちょっと古い。ああ、古い。鈴のね。そう。鈴の缶になっちゃった。そう。Tin can。Hop in my tin can とか。ああ、言うの？うんうん。はい。じゃあこうやってもうカーだけでも vehicle とかね。そうですね。いろいろと言い換えることができるので覚えておきましょう。じゃあ次はお金を意味する money。はい、これを言い換えていきましょう。例えば、currency。currency。What type of currency do you use in your country? おお、じゃあこれは通貨って意味ですね。そう、currency、ね。はい。capital。capital。うん、これ、はい、どういう意味？これは例えば、I invested a lot of capital into that company とか。おお、なるほどね。資本。そうです。はい。うん。他は？ funds。funds。funds、そうそう。うん、これ必ず funds なの？S がついてる。うん、そうそう、ファンって言わないね。ファンだと、ちょっと、寄付みたいな意味。ああ、なるほどね。あと、オーガナイゼーション。そう。でも、これはよくね。Can you please transfer the funds? Transfer the funds. そう、なるほどね。それは資金っていう意味。資金。そう。だから、you don't say transfer the money, really. だから、E メールとかに、If you would kindly transfer the funds って言います。それは何？支払いに対するお金。そう。振り込みのとか。ああ、なるほど。面白い。覚えておきましょう。はい、じゃあ次は仕事を意味する work なんですけど、work を言い換えると job。job。で、work と job ってどう違う？まあまあ一緒ぐらいなんだけど、job はちょっと軽い響きもあるかもしれないんだけど、うん、you could say something like、He's a little bit slow, but he gets the job done. とかね。うん、仕事は終わらせる。うん、そう。でも、What's your job? What's your work? と言わないよね。ああ、You say, what do you do for work? What do you do for work? そう。なるほどね。What's your work? は言えないってことね。What's your job? は OK。OK。OK ね。はい。じゃあ次は？は、task。task。うん。task っていうと、職業とかじゃなくて、こう。今やってる仕事。うん。今のプロジェクトみたいな感じ。うん。日本語でもね、タスクって言ったりするもんね。Let's get back on task とかね。なるほどね。今やってる仕事がタスクだ。じゃあ他は？ Project。Project。We're working on this project とか。そうだね。Working on this project。もっと自分の仕事の細かい今やってることを説明するときは Project。
なるほど。プロジェクトの中にタスクがあるような感じ。そうだね、そうだね。はい、覚えておきましょう。はい、では次は先生を意味する teacher。これを言い換えていこうと思うんですけれども、他何かありますか？例えばおしゃれにすると instructor。instructor。instructor は教えるって意味だから、うん、instructor とかね。なるほどね。うん、teacher と instructor は基本的には一緒なの。一緒だけど、よくジムインストラクターとか言うね。ああ、ジムティーチャーとは言わない。でもそれでも言ってもいいんだけど、ジムインストラクターでも OK。うん、なるほど。他はエデュケーター。エデュケーター。Yeah, 教育者。そう。かっこいいね。これもかっこいいね。はい、どんな感じですか？あ、She was an amazing educator. なるほど。The whole generation of children とか。なるほどね。はい。そう。他はメントー。メントー、うん、メントーは師匠みたいな意味かな。なんか導いてくれる。そう。Arts has been a great mentor to me とか。ありがとうございます。みたいな感じですね。はい。では次行きましょう。じゃあ次は学校を意味する school ですね、うん。はい。これを言い換えていこうと思うんですけれども。おしゃれにすると institute。Institute. This is a prestigious institute とかね。ああ、なるほどね。もう有名な名声のあるinstitute。え、institution だとどう違う？あ、institution でもいいんじゃない？あ、そうなんだ。institute でも institution でも OK。とか academy ね。Academy。おお、どんな感じですか？まあ、I went to Archway Academy。俺の中学校の名前は。あ、俺の高校もエロスミスアカデミーだったんだけど、もう中学校とか高校でアカデミーってこと、アカデミーで全然、ちょっとなんか頭いい感じがするんだけど、あ、なるほど、全然頭良くないのにね、結構危ない高校だったんだけど、でもアカデミーっていうふうに呼ばれるんだ。アカデミーってどういうニュアンスがあるの？なんかアカデミックな感じがある？そう、アカデミック。ああ、そうなんだ、うんうんうん、じゃあもうちょっとこう、なんだろうな、こう専門的な教育をしてるっていうか、そういうイメージがある。うん、他は university。 university。 あ、分かりやすいね、大学とか、ね、大学。アメリカ人はよく college を使う。ああ、そうなんだ。多分イギリスとか他の国は university の中にいろんな college があるんだけど、うんうん、アメリカは両方同じ意味。ああ、なるほどね。そう、 college も university も一緒なんだ。そう、本当は、the college of fine arts とか、うん、the college of science とか、うんうん、みたいな university の中でね、中に college があるっていうイメージなんだけど、あ、オーストラリアはどう？オーストラリアは college と university は違いますね。違う。そう、はい、アメリカ人は大体 college を使う、ね、college。 おー、なるほどね。大学っていう意味で college、 アメリカ英語ってことですね。はい、では次行きましょう。じゃあ次は computer、ね、うん、まあ、パソコンって意味ですけれども、うん、まあ、これをどういうふうに言い換えることができるかな。例えば laptop ね、laptop、うん、まあ、これだとノートパソコンになるっていう。そう。ちなみに note PC とか言うの？あの、notebook って言うから、それは次の言葉です。notebook。notebook。notebook。うん、あ、これもラップトップと同じ。全く同じ意味ですね。なるほどね。そう。じゃあ、where is my notebook だったら、それはパソコンを探してるってことなんだよ。両方、本当の notebook でも、パソコンでもどっちでも。ああ、はい、なるほど。ちなみに、ラップトップってのは、ラップっていうのは膝のこと、ね。そう、膝の上ってこと。だから、膝に乗せるからラップトップ。そう。で、大きいやつだったら、PC でしょ。PC。personal computer っていう意味、ね。なお、ね、where is my PC? は、いうない、もうでかいから。でかいからね、うん。そうです。なるほどね。はい。じゃあ、コンピューターのことですね。はい。じゃあ、次は、映画という意味の、ムービーなんですけれども、うん、映画どうですか？これ、言い換えます。まあ、おしゃれにすると、フィルム。フィルム。I'm a real film buff。俺映画好きっていうの、バフフィルムバフっていうの、バフっていうのは BUFF？ 多分 BUFF だと思う、BUFF、よくわかんないけど、うん、多分絶対 BUFF だと思うけど、はい、うん、はいはい、他はフィーチャー The cinema is showing a double feature。 その意味は2つの映画を見捨てるっていう、1個見てもう1個見るみたいな、ダブルフィーチャー、フィーチャーするとか言うよね。フィーチャーイングサンブリーとか言うけど。フィーチャーフィルムとかよく使うんだけど。まあ、映画のことなんで、フィーチャー。そう。面白い。次は、flick。flick。Want me to put on a flick？ なるほど。put on a flick ってどういう意味？それは家で映画をつけること。おー、なるほどね。watch some flicks とか。これよく使う。Netflix の flicks ね。あ、そっから来てるんだ。Netflix って。なるほどね。じゃあ、flick は映画という意味ですね。はい、Do you wanna watch a flick？でもいいの？ああ、でもいい。うん、ああ、なるほどね。そう。Flick、Movie、Feel、いろいろありますので覚えておきましょう。じゃあ次は曲を意味する Song。うん。これを言い換えていこうと思うんですけれども、なんか言い換えありますか？例えば Track。Track。うん。That's one of my favorite tracks とかね。ああ、one of my favorite tracks、うん。そう。Song のこと。他は？あとは Tune。Tune。Oh, I really like that tune とかね。おお、なるほどね。Tune は Tunes にできるの？
テンでもできる。うん、じゃあ、What are my favorite tunes? って言ってもいい。What are my favorite tunes is? そうだね。なるほどね。そうそうそう。じゃあ、他は Jam。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 Jam はね、もっとなんか音楽でこんな感じなんだけど、oh. Man, this is my jam right now! とか、Oh, this is my jam! これは俺の歌だよ、みたいな。ああ、なるほど。俺がハマってる歌ですよ、っていう。なるほど、そういうことだ。そうそうじゃあ、2つの曲があって、それは2 jams とは言えないわけ。2 jams は言えない。だいたい This is my jam とか、I like this jam とか。あじゃあ、music に近いかもしれない。そうそうそう、music に近い。そう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 、ね。はい。では次行きましょう。で次は、携帯という意味の phone ですね。うん、Where's my phone? って言って、うん、まあ普通に携帯のことを phone って言ったりするんですけど、これ言い換えると cell。Cell. Where's my cell? とか Where's my cell phone? とかね。おお、なるほどね。うん、昔 cellular phone って言ってたから、cell phone になりました。そこから来てるのかもしれない、ね。そうそう、昔のねあれがあったじゃん。そういうね、ああいう時代にそういうふうに言われてた。じゃあ cell。他は？Mobile。Mobile。これはよく空港とかで Please turn off your mobile。ああいうね、うんうん。オーストラリアはみんな cell ではなくて mobile、ね。Mobile って言うね。Where's my mobile?、うんって言ってましたね。他はスマートフォン。お、普通にスマートフォン。これも使えるんだ。使えるけど、日本ではよく間違えるのは、スマートフォンは細いからじゃなくて、うん、いろんなことができるからスマートっていう意味です。そっちの意味だったんだ。そう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 。日本ってスマートって言ったね。そうそう、そういう意味じゃないです。多分イギリスの意味、それはね、うん。なるほどね。はい。では次行きましょう。じゃあ次は、ドクターですね、うん。はい。医者という意味ですけど、うん、これは何か他に言い方ですか Physician とかね。Physician?、うん、Physician ってどういう意味 I'll be your physician for today. まあ、本当にそのメインのドクターっていう意味。おお、なるほどね。うん、そうそう。Physician。Surgeon と逆っていう感じなの？まあ、Surgeon と Physician、Surgeon は特別のドクターね。こう。人を切るね。そう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 。はい。で、次は次は、Medic。Medic。これよくね、戦争とかで使うね。Medic! Medic!メディック。メディック。これは今でも使うの？今でも使うね。He's my medic って言えるの？いや、自分の医者はメディック。メディックはちょっとなんか歩きながらの携帯ドクターみたいな意味も含めてるかもしれない。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、ついてきてくれるような、まあ、医者なの。そうそうそう。あと、スペシャリストね。スペシャリスト。スペシャリスト。はい。そんな感じで使いますか？I'm seeing a specialist for my knee problems とか。その時はやっぱりその knee に特化してる。そうそうそう、特別の専門家。ああ、なるほどね。seeing a specialist。はい。はい、覚えておきましょう。じゃあ次は books。はい。本ですね。はい。本を言い換えていこうと思いますが、どうでしょう。例えば小説とかだったら novel。novel ね。The Lord of the Rings is an amazing novel とか。なるほどね。他は text。text。うん。Did you read the text I sent you?それはメッセージのことでしょ？それはメッセージじゃなくても、例えばいろんな、なんか、紙とか、うん、それもテクスト。I need to read these texts for school とか。そうなんだ。うんうんうん、その時は、そのテクストっていうのは本のことなの？そう、特になんか、あと、本を印刷すると、なんか紙になるじゃん。よくそれはテクストとかっていうね。それは必ず複数形のテクスト。I gotta read.いや、そんなことないけど、うん、俺が今まで使ったのはだいたい S がついてるね。ああ、なるほどね。一冊あったら Text。なんだ。だから Text は本当にね、Writing っていう意味だから。ああ、じゃあ全部こういっぱい書いてるの全部含めて Text っていうふうに言えるんだ。そうそうそう。面白い。はい。他は Work。Work。とか Work of Literature。その時は仕事ではなくてじゃなくて She's created some amazing works とか。なるほど。じゃあ仕事した結果出来上がったそう作品という意味。作品という意味です。なるほど。そうそうそう Works、うん、でこれは本以外にも使えるってことだね。ああそうそう、映画でもいいし音楽でもいいんだけど、なるほどね。この動画もそう、so、work of YouTube video、はい、work of YouTube video、はい、はい、ということで覚えておきましょう。じゃあ次は笑いを意味する、うん、laugh なんですけれども、うん、これはどうでしょう。例えば giggle、 giggle、 when I tickle Atsuhi giggles、 giggle、 laugh、 ああなるほどね。ああなるほど、ね、そうそうそう、giggle ね。これが giggle。 ほんまにローソンはよく giggle するんだけどそうそうそう、確かに giggle ね。はい、他は？他のはチャコ。チャコは？チャコは、チャコは laugh に近いんだけど、ハクスクス笑い。そうそう、クスクス笑い。チャコ。チャコ。そうそう、チャコ。他は、スニッカー。スニッカー。これちょっと悪い意味なんだけど、なんか、なんか、みたいな。おー、それスニッカー。そうそう、日本語だとなんて言うのそれは。
うわ、なんて言うんでしょう。ないかな。皆さん、はい、コメント欄で教えてください。あいつの靴見てよ。みたいな。ああ、なるほどね。His snickered. He snickered. ああ、この時は動詞だけをね。そうです。はい、そうです。そうです。うん、But a snicker is the noun version.、うん、あれ、チョコレートバーは、まあ、スニッカーですね。絶対言うと思った。待ってた。うん、あれは意味な関係ない。あれは意味関係ないと思います。関係ないんだ、はい、はい。では次行きましょう。では次は歩くことね、これ散歩にする walk なんですけれども、はい、まあ、take a walk と言ったりするんですけれども、うん、他何かありますか。他は stroll。 stroll Do you want to take a stroll in the park? とか、ちょっとね、あ、だいたい stroll in the park はすごいセットなんだけど、うん、なんか目的がなくて普通にワーキングのためにワーキングをするみたいな。もうなるほどね、ブラ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 歩くっていう。そうそう、そんな早くじゃなくてちょっとね、はい、周りを見ながら。なるほどね。 Take a stroll って覚えると使いやすいかもね。そう、はい。他は Hike。 Hike、うん、ハイキングのハイク。ハイキングのハイキングだね。でもハイクはそういう歩き方は結構その目的があって、うん、ちょっといいペースで歩くっていう。おお、なるほどね。例えば We're going on a hike tomorrow morning。 あー、なるほどね。この時はハイキングに行くよとかね。そうそう、で、それは本当に山なんだけどとか、 God, this hill's a real hike とか。おお、なるほどね。ハイキングぐらいのレベルの、ね、難しさっていう。なるほど、少し比喩的に使ったりするわけですね。そう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 。他は March。 March。 March もね、強い意味なんだけど、よくなんか The March of the Penguins とか、そう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 。で、これは一人じゃない、これは何人とか。でも、うん、まあ動詞として使うときは He marched out of the room とか。お、そういうこと言える、うん、言える言える、ね、そうそうそう。その時のマーチというのはただ本当にもう多分怒ってとか、早くちょっと時間なくて marched out とか。あー、なるほどね。 with haste。あー、なるほどね。面白いですね。そう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 。 march out of the room。 じゃあ march と walk の違いは何？マーチの方がその急いでる感じとか。あ、 そういうところ。そう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 。なるほど、わかりました。では次行きましょう。じゃあ次は飲み物を意味する drink。 drink。 例えば Would you like a cold beverage? beverage。 beverage。 なんで beverage かわかんないけどよく使うね。よく、うん、We'll have beverages on this flight とかよく。なるほどね。飲み物、飲み物。Welcome everyone. It's a sunny day in Fukuoka. We are gonna take off in about 15 minutes. There'll be beverages and snacks とか。おお、ね。使うね。素晴らしい。beverages、うん。はい。はい。他は ？Refreshment。Refreshment。これはね、軽い食べ物と飲み物。ああ、なるほどね。Refresh させてくれるような。そうそうそう。あ、よくね、The hotel lobby had refreshments。うん、the front desk とかね。なるほど。Refreshments って例えば、まあ本当に少しこう、まあ、ハーブウォーター、コーヒー、そうそうそう、お茶とかに、なんかクラッカーにちょっとなんか乗ってるちっちゃい、ブラウニーとかよくわかんないけど、うん、お菓子とか。そう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 。Refreshments、うん。はい。他は？カクテル。コクテル。これはね、お酒のね、うん、ミックスなんだけど、うん、カクテルバーとか。なるほどね。Would you like to drink a cocktail? とか。いわゆる、これ、drink の言い換えだけれども、drink っていうのは、アルコール、そうの意味、Do you drink? って言われたら、まあ聞かれたら、それお酒を飲みますかっていう意味。うん、なるほどね。だから、お酒っていう意味でも使ったりするわけ。I have a drinking problem は、うん、ね、水を飲むときに自分の顔に水をこぼすんじゃなくて、飲みすぎっていう意味。ああ、なるほどね。drinking problem。面白いね。なるほど、なるほど。みたいな感じです。はい。はい、覚えておきましょう。次は街を意味する city なんですけれども、うん、これを言い換えていくと何かありますか。例えば metropolis。 お、これはどういう意味ですか。これはまあ city っていう意味なんだけど、うん、例えば the metropolis was alive with lights and sounds とか。あー、なるほどね。いわゆる大きい街のことだよね。そう、特におそらくギリシャ語だと思うけど、うん、だから東京とかはそうだよね。 It's a metropolis、うん、big city、 そうそうそう、うん、big city っていう、ね、でちょっと面白いやつなんだけど、例えば、うん、東京、名古屋、大阪は、うん、メガロポリス。メガロポリス。メガロポリス。あるね。これはもう本当に巨大都市。そう。メガだからね。うん、メガバイトとかいう。昔、銀河鉄道ってアニメにそういうメガロポリスっていう言葉がよく出る。そうそう。なるほどね。なんかアメリカでもそのニューヨークとか、ニューヨーク、バーステンとかね、うん、あの辺をこう全部一体としてメガロポリス。メガロポリスって言ったりするみたいですね。うん、他は？Urban area。 おお、これは結構直訳的というか、うん、Urban は city、
Urban は City とか、うん、遠くなると Suburban になるよ、ね、なるほどね、都会のっていうことね。そうそうそう、だから都会のエリアで Urban Area っていうふうに言うと The Urban Area is expanding due to population。 ああ、なるほど、 the growing population とか、うん、なるほどね。そうそうそう、じゃあ東京は Urban Area。 そう、 A very urban area。 なるほどね、はい、覚えておきましょう。じゃあ次は愛を意味する Love なんですけれども、うん、これ言い換えるとどうなりますか。例えば AffectionAffection. よく一緒に言うね。Love and affection. Love and affection. I love my cat because he shows me so much affection. なるほどね。そうそう、まあ、愛情とかね。そうです、そうです。はい、いうところですね。はい、他は？とか、fondness。Fondness。はい、どういう意味ですか？ Fondness はもう、あの、affection みたいな感じなんだけど、うん、例えば、I'm fond of her を言うと、彼女のことが好きっていう意味。うん、なるほどね。じゃあ、fondness を使うと？そう。She has a fondness for black and white films.あ、なるほどね、白黒ムービーが好き。そうです、そうです。あ、なるほどね、うん、他は admiration。 admiration、うん、admiration は、his bravery earned him the admiration of many とか。あ、なるほどね、 admiration っていうのはどちらかというとこう尊敬、そうそう、尊敬、好きで尊敬してるみたいな。あ、なるほどね、だからそこから love の言い換え、そうそう、 respect よりちょっとね、ちょっとだけ違う。なるほど、少しこう愛が含まれてる、うん、I really admire you は本当に尊敬系で好きみたいな感じ。あ、なるほどね、そう、覚えておきましょう。じゃあ次は question ですね、うん、はい、質問という意味なんですけど、うん、question 言い換えると inquiry。 inquiry、うん、the student's inquiry was about the homework。 なるほどね、うん、inquiry、 質問は宿題に関してだった。これ question とどう違うの？でもいいんじゃない、どっちでも一緒、どっちでも一緒。 inquiry はちょっと もっとフォーマルな響きがある。あ、ちゃんとしてるよね。そうだね、うんうんうん、I'd like to make an inquiry about。 そう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 、そう、ね、うんうんうん、よく E メールとかで使うね、うん、これはね、うん、他は Query。 Oh, Query、 なんか Inquiry に似てる、近いね、多分ね、本来は多分、ね、うん、近い、うん、由来が一緒だと思うけど、Query は I'll respond to your query within 24 hours とか。おお、そうそうそう、なるほどね、24時間以内にあなたの質問に対してレスポンスしますよと、うん、はい、他は？次はちょっと強いんだけど、interrogation。 おお、interrogation。 I don't really appreciate your interrogation とか。おお、これはどういう意味？めっちゃ強く質問聞く。よく警察は犯人をinterrogateする。なるほど、尋問ってね、尋問では言ったりするんですけど、まあ、ちょっとね、grill するような感じですよね。そう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 。They've really been grilling me with questions とか聞くね。うん、はい、覚えておきましょう。じゃあ次は物語を意味するストーリーなんですけれども、うん、これ言い換えありますと。例えば、tale。Tale。 うん、tale は本当にその昔ながらのストーリーの響きがあるんだけど、例えば、うん、源氏物語は The Tale of Genji とか。ああ、確かにね。そうそうそう、源氏物語、はいはい。This is a tale about a prince who lived in a faraway land。 ちょっと昔々みたいな響きがある。そうそうそう。面白い。で、narrative もあるんだけど、narrative は別にその本だけの話じゃなくて、The narrative of the film。 映画のストーリーはどんな感じかとか。そう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 。なるほど、narrative。Narrate is to tell a story, right? なるほどね。ナレーションから来てるわけですね。そう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 。はい。で、一つは anecdote。anecdote はちょっとなんか例みたいな感じ。She had a funny anecdote about her first day at work。ちょっと短い話みたいな感じ。ああ、短い話で anecdote。そう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 。anecdote っていうね。じゃあ、a little story。a little story みたいな感じ。感じなんですね。はい、では覚えておきましょう。じゃあ次は picture。なんですけれども、うん、いわゆる絵とか写真っていう意味ですけれども、これを言い換えていくとどうなりますか？ Image。 Image。 It was a stunning image とか。なるほどね、イメージのことだね。そうそうそう、これイメージとは言わないんだね、発音はね。 Image。 Image。 短い、うん、Image ね、はい、まあ、写真でも、あの、本当に Picture でも写真でも絵でもどっちでもいいんだけど、うん、Image ももちろん Image。 そうです、はい、そうそう。他は？これは写真の話なんだけど、スナップショット。スナップショット。スナップするから、スナップショットね。おお、なるほどね。その時の。いわゆる絵とか写真を。そう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 。切り抜くようなイメージ。これどうやって使うんですか、スナップショット。He was walking down the street and saw the most beautiful dog, so he took a snapshot. なるほど、took a snapshot. そうそうそう。他のスナップショットってもうちょっとフィギュラティブでも使う。あ、でも全然。例えば、the movie's a real snapshot of the 1940s, of what it was like to live in the 1940s. そうそうそう。なるほどね。The snapshot of like what we are doing to make money. そう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 。なんでもいいね。なんかサマリーみたいな。そう、exactly. そう、そういうようなイメージあるよね。はい。他は？Photograph。
photograph、まあ、これは本当に写真っていう写真、まあ、photo から来てるよね。そう、今でも photo じゃなくて photograph って言ったりするの？あ、全然言う、うん、両方言う。なるほど、どういう感じで使う？ She likes to take photographs on the weekends とか。なるほどね。 It's a really beautiful photo とか beautiful photograph、 これは絶対 A じゃなくて、ね、写真っていうこと。うん、これ photo とどう違う？フォローと一緒。一緒、全く一緒。なるほどね。じゃあ短くしてるだけということで、うん、じゃあぜひね、言い換えてみてください。では次行きましょう。じゃあ次は世界を意味する world、うんね。はい、これを言い換えていこうと思います。Globe。Globe。Globe は本当にその丸いね、classroom にあるやつね。この地球儀のね、あの丸い地球のこと、Globe。Travelers came from across the globe to see the festival とか。おー、なるほどね。そうそうそう。この時の Globe、例えば around the globe とさ、うん、Around the world。 それ一緒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 だけど Around the globe の方がこう一応丸いイメージはする。あんま感じない。そうだね。あ、でも丸いイメージがするね。少しする。なるほどね。ちょ、本当にそういうなんか教室にあるやつを想像する、うん、想像するみたいな感じ。Globe。 あの本当にワールドの上に歩いてるイメージみたいな。なるほどね。そうそう。他は Planet。 Planet、うん、はい、We need to save our planet とかね。なるほどね。 We need to save our world。 We need to save our globe って言わない。おお、なんでだろうね。ねえ、でも本当にそのイメージがあるから。あ、ね、なるほど。じゃあそういう意味では World、Planet をセーブできる。そうそう、Globe はセーブ。Planet と World はもっとメタフォーリカル。なるほどね。そうそうそう。他は Earth。Earth。We need to save the Earth でもいい。The Earth。The Earth。これ、そうそう、The 絶対いるの？ We need to save Earth。ないこともあるよね。No、そう、ないときもある。ねえ、面白いよね、あれね。そう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 、はい。Earth、うん、ね、地球っていうことですね、はい。はい、覚えておきましょう。じゃあ次はビジネスですね。ビジネス、うん、これを言い換えていこうと思うんです。Company。Company。This is my company that I started in 1955とか。1955にスタートしたCompany。 うん、本当にもともとね、Company はあのいろんな友達でも、to keep me company とかでもあるんだけど、多分いろんな人が集めてビジネスを作るのは Company になる。なるほどね。それでこの前言ってたあの Companion の部分につながっていくってことですね。そう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 。あと、はい、Firm。Firm。I've been working at this law firm since last year。よくね、あの、Law firm とかが多いね。とか、Financial firm とか。だからすごい専門的な。そう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 。ちょっと真面目な会社。プロフェッショナルな。そうそう。会社のことを firm。いろんな人が入ってるっていう。そう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 。他は？すごい大きい会社だと Enterprise。Enterprise。Norton Enterprise。ああ。Enterprise は大きいんだ。そうそうそう。Enterprise はね、ちょっとそんなイメージはあるかもしれない。うん。カンパニーだったらね、少しちっちゃい。うん、子供あったり大きい子もあったり。でもエンタープライズを名前につけることも多いから、なんとかなんとかエンタープライズとか言ったりするよね。そう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 。じゃあビジネス、エンタープライズ、カンパニー、ファームとかね。ファームね、はい、覚えておきましょう。じゃあ次は情報を意味するインフォメーションなんですけど、うん、どうですか？データ、とかデータ、どっちでもいい。どっち使うんですか？俺は両方。両方、そうそうそう、データのことね。Data、データ。データ、うん、そうそうそう。どんな感じ ？Looking at this data, I could see that it's mostly men in their 20s that are buying our product. なるほどね。そうそうそう。データを見ると、まあ男性そのぐらいの層が買ってますということですね。他は？Details. Details. I'll need more details to understand why people haven't been buying this product recently. I'll need more information.To understand why people haven't been buying this. 本当はね、情報とディテールスで入れ替えることできますね。そうそう、できる、できる。そう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 。他は？ Facts. Facts. If you want to talk about that subject, you better stick to the facts. 自分の意見じゃなくて、もう本当にね、その、まあ、ファクト。なんかそういうデータとかあるんですかみたいな。そう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 。データはちょっと筋の響きがあるんだけど、Facts は別にね、そんな別に筋じゃなくて。事実だったらなんでもいい。事実、そうそうそう。なので、じゃあ、facts、data、それから、details。details。details、はい。これは、information の言い換えとして覚えておくと、便利になると思いますので、覚えておいてください。じゃあ、次は、部屋とか空間を意味する、room なんですけれども、うん、この room を言い換えるとどうなりますか？ space。space ね。don't worry, there's enough space here for everyone とか。enough room と同じみたいね。そう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 。とか、area。Area. We've got this wide area for all of you to sit down if you want. とか。なるほどね。うん、area っていうとちょっとこう平たい感じイメージするよね。だから面積のことも area っていうふうに言うと。そう。うん。他は？ Chamber。お、これは
珍しい。The king went back to his chamber とか。え、これどういう意味？ Chamber は部屋っていう。あ、そうそうそう。部屋っていう意味なんだ。This is my chamber とは言えない。これは普段言わないね。でも本とかによく読む。Chamber はちょっとなんていうの、豪華な意味も入ってると思う。なるほどね。じゃあ例えばめちゃくちゃゴージャスなホテルとかに泊まった時に、What a chamber。いや言わない。でも、I will take you to your chamber とか。ああ。Take you to your chamber. Chamber とか、うん、どうやって使う？なんか chamber はなんかお城のイメージはするね。あ、なるほど。お城のなんかすごい、まあなんだろう、ゴージャスな部屋みたいなの。そうそうそう。でも本当に普通の部屋でもいい。その本当にフォーマルな言い方だけ。ああ、なるほどですね。うん、まあ小説とかするところでよく使うと。そうです。じゃあこちらも一応覚えておきましょう。じゃあ次はお水を表す water なんですけど、これ言い換えると？例えば aqua。おアクア。アクアマンっていうスーパーヒーローがいるんだけど、水をコントロールできるやつ。うん。これって、じゃあ例えば、例文だったらどんな感じですか？例えば、She filled her glass with aqua from the clear mountain spring. ちょっとなんかすごい、すっきりっていうか、そういう refreshing みたいな響きが入ってるね。なるほどね。ちょっとおしゃれな感じもある。うん、そう、アクアウィル。なるほど。そう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 。僕、この前、イタリアに行ったんですけど、うん、イタリアに行った時に、そのお水のことをアクアっていう言ってました。あ、ほんと。まあ、スペイン語もアグアっていうね。へ、なるほどね。そうそうそう。じゃあ、ラテン語なんだね。うん、はい。他は H2O って使うんだ。そうそうそう。Water。そうそうそう。どんな感じで使う Make sure to drink plenty of H2O so you don't get dehydrated とか。あ、そうやって使えるんだ。うん、Plenty of H2O。はい。そうそうそう。他は Liquid。Liquid。Liquid。まあ、これはちょっと一般的なんだけど、Please add some liquid to the mixture とか。なるほど。つまり液体っていう意味だね。ウォーラーよりもちょっと広い概念ということですね。す覚えておきましょう。じゃあ次は人を意味する Person ですね。これを言い換えると Individual。Individual。Nick is a kind individual。おお、なるほどね。これは個人っていうことですね。そうです。Kind individual、うん、はい、他は character character Nick is a real character。 おお、多分俺たちこの前話したね、それが話したんだけど、ニックは面白いやつだねっていう意味とか、おお、 he's a character、うんうん、そうそうそう、 he's a shady character だったらニックは怪しいやつっていう意味、怪しい、そうそうそう、はい、キャラクターも人として使える。他は soul、うん、魂 he's a kind soul、 彼は優しい人。おお、そういう風に言えるんだ。 I'm an old soulは、うん、若いのに考え方は古いっていう。成熟した。そうそう、成熟した人。マチュアな感じですよね。そう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 、はい。他は ?being。あ、being。そう。いわゆる B の ING。He's just a gentle being とか。おお、存在っていうような感じだね。gentle being。存在、日本語に訳すと、ちょっと嫌だ。え、なんで？彼は存在みたいな。そういう存在があるわけじゃない。そうそうそう。being。He's a gentle being と、he's a gentle human being。ああ、確かに human にも being。でも、猫とか犬にね。うん。What a gentle being とか、What a beautiful being とか。ああ、美しい存在。そうです。ということですね。はい、こちらも言い換えとして使えるので覚えておきましょう。はい、はい、ということで、皆さんが知ってるような単語からパラフレしていくことによって皆さんのボキャブラリーを増やしつつ英語のを作っていくという動画でした。で、今回の内容で解説しなかったようなね、コメントとかも、付け加えたですね、テキストこちら、用意しておりまして、こちら厚英語の公式 LINE で名詞というふうにキーワード2文字入れていただきますとダウンロードできるようになっております。なので今回のね、動画だけで全部覚えるの大変だと思うので、うん、ぜひぜひテキストもダウンロードして何度も何度も擦り込んでいってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。